2月26日火曜日のワンポイントメッセージです。それはこちら、直感です。自分の感覚磨いていくにはっていう質問はよく受けるんですけども、例えば、お話をするときに相手の方に意識をすごく向けてみてください。向けてるようで上の空とかね、結構向けてないこともあったりするんですね。しっかり相手に意識を向けて、相手のことを感じ取るっていうことも、感じてみるっていうことも、直感を磨く一つになっていきます。ぜひ試してみてくださいね。今日のワンポイントメッセージは直感でした。それではまた。